さあ今日はまずは先発ポンセですけれども、今日が今季5試合目の登板、新外国人ポンセまだ勝利がないという中でのね今日のスタートで、その、立ち上がりですけれども、3番の浅村をレフトフライに最後打ち取りまして、ワンツースリースタートを見せています。で今度は2回のポンセですが、この回は、ツーアウト満塁と3本のシングルヒットでピンチになります。しかし9番の太田を最後サードゴロに打ち取って、しっかりと0点でしのぎました。ガッツポーズを見せたというね、ポンセ。再びポンセの3回の表、この回は2アウトランナーなしで3番の浅村を最後三振に切って、ポンセ再びガッツポーズ。この回は 1-2-3 イニングでした。すると3回のファイターズも2アウト1塁2塁と則本からチャンスを作るんですが、5試合連続打点の清宮でしたが、ここはライトフライに打ち取られて、ここもファイターズにはなりません。5回の表、イーグルスワンアウトランナーなしから今日3試合ぶりのスタメンの辰巳。しかし、ここはねイレギュラーもしましたが、上川畑がナイスプレー見せます。ポンセは5回まで無失点、6つの三振を奪って球数も66球とセーブして5回まで無失点に抑えました。で6回の裏、ファイターズはワンアウトランナー1塁となって今日3番に入っている松本剛。しかし、ここはランナースタートを切らせて三振ゲッツーと裏目に出てしまいます。攻撃の目を詰まりましたファイターズ。で今度は7回表のイーグルスは、今度ポンセからチャンスを作って2アウトランナー2塁となって、9番の太田がライト線にタイムリーヒットを入れています。それで、先制されて1回目のイーグルスが7回に先制します。2アウトからでしたけどもね。そうですね、でもうまく打たれましたね。太田のタイムリーで1点を先制。しかしその直後でした、2アウト2塁3塁から則本から、この木村が逆転スリーランホームラン、今シーズン第1号、初打点も今シーズンついたという。これで3対1とファイターズ試合をひっくり返します。これで則本はうなだれていましたが交代となります。則本が7勝目を、目指したという今日のゲームですが、7回にファイターズ逆転スリーランでマウンドを下ろしました。しかし8回の表、この回からマウンドに上がった福田なんですけれども、2アウト満塁とピンチになります。そして7番の岡島には押し出しのフォアボールを与えて1点差にされると、ここでピッチャー交代、そして3人目ロドリゲスが送られます。そのロドリゲスは、これキャッチャー宇佐美が取れずに、結果これバックホームしてサードランナー武藤をアウトに取って、でこれリプレイも行われたんですが、リクエストも行われてそれも失敗に終わってそのままアウトになったということで、なんとか1点差でしのぎました。で最終回セーブシチュエーションで堀が出てきて、2アウト3塁とここもピンチにはなるんですが、最後は、小深さを三振に切りまして3対2でファイターズ1点差を逃げ切り勝利となっています。ポンセ、今シーズン初勝利、見事ファイ